ジャンサク TV をご覧の皆様、こんにちは。夕刊富士杯争奪麻雀女流リーグ2020、西日本名古屋、本日は第5節の対局をお届けしてまいります。進行は私、梶本拓則が行います。よろしくお願いします。それでは第5節、1回戦、ちーちゃから順番にチームの皆さんを紹介してまいりたいと思います。まずちーちゃは SSC 東海チームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、1人ずつ自己紹介をお願いします。はい、最高位日本プロ麻雀協会の山田佳穂です。はい、よろしくお願いします。続きまして、同じく最高位日本プロ麻雀協会、相川真理恵です。お願いします、はい、お願いします。そして、はい、最高位日本プロ麻雀協会の与那城葵です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、SSC 東海チームはここまでプラス 238.3 ポイント。はい、いい調子ですね。いい調子ですね。はい、何が良かったんですか？チームワークですね。ほう確かに仲良し。仲良し、はい、笑ってましたよね、さっき。リハーサルっていうか、ね、何がそんなにおかしいのか、僕にはさっぱり伝わってこなかったんですけど。女子特有のあれですね。まあ、個人も皆さんね、それぞれいいポイントで、はい、全員、ね、とりあえずプレーオフまでっていうか、可能性も。まあ、目指しますよね、うん、それは。うんうん、そしたらもうね、楽しい楽しい東京行きが待っている、はい、かもしれないみたいなね。はい、1戦目どなたが？1戦目は私が行きます。はい、山田さん、はい、はい、最近のマージャンの調子はどうですか？最近は結構いいですよ。ほう、多分、うん、上向き上向きな気がします。なんかいいことでもあったんですか？ありましたね。ほう、はい、いや何も知らなかったですけど、そんなに言われると、おあったんかわかんない、あったと思う。あ、うん、なるほど。はい、まあ、今日もう残りが9戦ということでね、はい、そろそろゴールに向けて。9戦もあるんですね。9戦もありますよ。今日、明日で最終節。予約折り返しだったんだ。そうだね。うん、まあ、今日と明日で6戦終わって、残り3戦なんで、うんうん、まあ、今日ね、うん、もう十分に、明日も、今日明日で確定ぐらいの勢いで、はい、はい、SSC チーム、頑張ります。はい。はい、相川さん、そんな感じでいいですか？はい。一言も喋ってない。大丈夫ですか？ね、一人でなんか大御所感出してすごい。そうそう。何なん？ちょっと話についていけなくて。なんか、すいません。普通の話しましたけどね。あんまりここひねってなかったですけどね。はい、わかりました。はい、それでは SSC 東海チームのお知らせお願いします。はい。最高位戦のクラシックプロアマリーグが、はい、東海で12月の8日に開催されます。12月8日、はい、はい、で今回じゃない、ゲストが山田ドッポさん、うん、あ、はい、はい、をゲストにお招きして、うん、ついでに私山田も参加させていただきますので、はい、うんうん、はい、ダブル山田で。あ、なるほど、はい、確かに勝手に勝手に、ね、確かにゲストの山田さんです。はい、もう一人会ったこともないですけど、あ、そうですか、勝手にダブルできます。なるほど、うん、私ゲストじゃないんですけど、まあ、遊びにじゃない選手としてそう、来てくれると嬉しいのでお待ちしてます。参加希望は、はい、ツイッターとか、はい、ホームページから、はい、どしどし応募してください。やたらプロの参加率高かったよね、その日。その日、うん、あ、そう、今度やる日ですか？なんか東海のプロは、うん、もう多分めちゃくちゃ参加率高いんで、あ、そうですね、我々じゃなくてももう誰かしら当たるぐらいね。毎回15人ぐらい参加選手出てるんで、特に2人とかいるぐらいなんで。そうなんですね。まあ、ぜひ、うん、はい、はい、お越しいただければと。はい、はい、そんなところで、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、それでは、山田さん、会場の方にご用意お願いします。続きまして、麻雀広場チームです。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。あら、お一人。はい。今日お一人。はい。いや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 、麻雀広場チーム、ちょっとポイントがかなり厳しいところなんですけど、はい、なんかいいニュースがありましたね。はい、そうですね、ありました、ね、はい、オーナーが王位戦優勝、はい、おめでとうございま す, ま い, ますいないですけどね、ここに、はい、いません、まだ来てないですが、実際ご覧になってました？見てました。あ、はい、体調悪くて昨日なんか絶対しながら見てたんですけど、はい、優勝した途端治りました。なるほど、いい効果がありました、はい、あ、それお店じゃなくてご自宅とか？たまたま休みで昨日、あ、そうだ、はい、ね、お家で見守ってました。はい、
まあ、ちょっと広場チーム、はい、ちょっと今までにないぐらい苦しいポイントで、苦しいですね。はい、と田中さんの個人のポイントってどれくらいでしたか。今マイナス3、1回打ってマイナス37くらいです、ね。あ、なるほど。マイナスです。でもまあここからね、ある程度打っていけば巻き返しも、一応規定回数は打つ予定なので。なるほど。はい。はい、じゃあそちらもね、はい、いいニュースになれるといいですよね。頑張ります。わかりました。よろしくお願いいたします。はい、それでは、お知らせの方お願いします。はい。麻雀広場は三重県四日市市新庄でございます。駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただきやすいです。うん、そして、ゲストが決まっております。はい。じゃん。はい、11月28日、宮内小杖プロ、はい、ゲスト来店です。うん、はい。で、30日土曜日は、青山修介プロ、初ゲスト来店です。はい。はい、こちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あと今週ですね。はい、そうですね。はい、今日はあの高橋プロが、はい、今日明日とお留守番、まあ、ゲストで見守ってくれてますので、ぜひお店の方もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そのところで大丈夫ですか。わ、はい、かりました。はい、はい、では田中さん会場の方にご移動お願いします。はい、続きましてシャーチャーですね。龍元荘&ゾーンチームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。では、カメラの方に、自己紹介お願いします。はい、龍元荘&ゾーンチーム日本プロ麻雀連盟日高志保です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ゾーンのゆうきです。お願いします。よろしくお願いします。さあ、このチームはプラス 62.8 ポイントで、はい、まあ、SSC がかなり持ってるんで、そうですね、170 5ぐらいですか。2回トップラス決めればってやつですね。そうですよね。意外とすぐトップラスっていう条件が、ね、満たせれば、そこまで相手がぬるくないのがね、辛いよね。一戦目はどちらか。あ、はい、私が、はいはい、最近はどうですか。最近は数暗号短期と小数詞を最近上がりました。お最近2つ。最近2つ上がりました。数暗号短期というのは確定の形とか。あ、確定の形です。はい、ローピン安感したパーピン短期で上がりました。なるほど。いやらしい、やらしい。まあなんかね、なんか待ちごろとかそういう基準がないとなかなか短期だと逆にね、迷いますよね。そう、迷いますね。積もり数暗号だともうそうなったらなったでね、もう積もるしかないみたいなところあるんですけど、短期だとね、なるほど。まあその、まあ、そう充実はしてるので、なるほど、はい、ちょっと油断せずに、まあ、充実した内容で、うん、あの勝っても負けても、まあ悔いがないように、まあ、もちろん勝つことは前提ではあるんですけど、はい、あの悔いのないように一生懸命やりたいなというふうに思ってます。わかりました。はい、個人の方はどんな感じなんですか。は私がマイナス15ぐらい。ゆきさんはじゃあ70ぐらいあるみたいな。80ぐらい。ね、なるほど。じゃあ日高さんがこういけば、そうですね、どっちもあるっていう感じですね。はい。頑張っていただきたいと思います。はい、それでは、お知らせの方お願いします。はい。麻雀龍元荘では、随時皆さんが楽しめるようなイベントを開催しております。ちょっと先なんですけれども、はい、12月29日には日本プロ麻雀連盟のトキプロと、今期新人で入りました、はい、犬飼直樹プロ、私が、出勤するイベントの日もあります、12月29日ですね、イベントを開催しますので、ぜひぜひ足を運んでいただければなというふうに思っております。トキプロっていうんですか。あ、トキさんってプロっていう、分かりにくいですね。土じゃないですか。土に岐阜の儀の時、中部プロリーグの A リーグで、はい、活躍されている方で、ね、はい、前期の、中部プロリーグの決勝にも出ていらっしゃった方なんですけれども、はい、ゴールデンウィークにもイベントでゲスト来店してくださいまして、はい、それ以来2回目のゲスト来店ということで、はい、イベントも開催していると思いますので、はい、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。そして、はい、ゾーンでも毎月イベント開催してます、はい、大きなイベントではないんですけど、成績がいい方にはそれ、特典だったり、うん、サービスだったりっていうものもあったりするので、はい、ぜひ足を運んでくれたら嬉しいです、はい、駐車場もたくさんあるので、うん、車でお越しの方にはとても便利なお店だと思います。お客さんも優しいですし、スタッフの方もみんな温かい雰囲気でやってるので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。では日高さん、会場の方に。
はい、よろしくお願いします。そしてペーチャですね、ひまわりチームです。おはようございます。どうぞどうぞどうぞ。おなんか気が早くないですか。先取りで。なるほど。ちなみにこの格好のままコンビニに行ってらっしゃいました。はい、なんかお会いしました。さあ、ひまわりチームそれぞれ自己紹介お願いします。はい、ひまわりチーム最高位戦日本プロ麻雀協会の中野ありさです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、はい、同じくひまわりチーム最高位戦日本プロ麻雀協会所属所属の小園彩乃です。お願いします。お願いします。そして、はい、最高位戦日本プロ麻雀協会所属のひまわりチーム下瀬玲子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ひまわりチームマイナスの 85.8、うん、残り9戦で310ぐらいの差があるということで、うん、チームはなかなか厳しい状況ですが、いかがでしょうか。いかがでしょうか。監督。はい。監督。監督。そうなんですよ。ちょっと私が結構足を引っ張ってるので。あ、そうなんですか。はい。さ、反省会はどうだったんですか。めちゃめちゃしました。いつも通り反省会をすると。はい。まあ、どれぐらいでしたっけ、前回から。2ヶ月結構空いてますよね。そうですね。空いてました。まあ、動画もいっぱい見られたでしょうし、はいはい、ここ2日間でまた 2日連続であるので、ちょっとここでニョキニョキっと盛り返せればなと、はい、あ、こっからですからね、ひまわりは。今に見てろよと。いつも終盤なんで。あ、うん、そうですね、追い込み型です。追い込み型。翔さん、そんな感じでいいんですか。あ、そんな感じでもおいでおいでおいで。さあ、1戦目はどうなったか。はい、あ、マイナスしてるんでね。ちょっと取り返さないとね。はい、頑張ります。はい、では、なんかもうイベントなんか大体想像してます。わ、はい、かりました。お知らせお願いします。じゃあ、ひなちゃんから、はい、イベントのお知らせをお願いします。ひまわりではさまざまな季節のイベントを開催しております。次のイベントはもう見てわかる通り、12月23、24、25日にクリスマスイベントを行います。イエーイ、メリークリスマス。まだです。詳細はまだ内緒ですが、私たちサンタさんと中井さんに、これね、トナカイさん、はい、会いに来てくださいね。はい、フライングメリークリスマス。メリークリスマス。はい、はい、あ、そうなりました。わかりました。はい、それでは大塚さん、会場の方においでお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは、解説の皆さん、こちらにお越しくださいませ。あ、なんか今帰ってきたみたいな人がいます。おはようございます。おはようございます。まずは皆さん、じゃ自己紹介でお願いします。はい、日本プロ麻雀連盟の森下正人です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、はい、日本プロ麻雀連盟森下正人です。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、最高位戦日本プロ麻雀協会東海支部の鈴木優です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、どの話からしましょうか。まずは、ちょっと、おめでとうございます。こういう映画まずね、はい、まさに昨日ね、優勝したばっかり王位戦ということで、しかも2度目。そうですね、すごい。実際はどうでしたか。まあ、多分自分が一番勝つ確率が高いだろうって、決勝には自信もあるわけじゃないですか、ある程度。まあ、自信はありましたけど、まあ、勝つ確率はやっぱりね、どうかなと思ってますよ。はい、あの、お、あ、お、ここ何か、お、あ、ちょっと待ってください。すごい、はい、なんかすごいことになってます。はい、ありがとうございます。あ、ケーキが、はい、ありがとうございます。みんな後ろに、はい、映ってください。はい、すごい、ありがとうございます。すごい、よかったな、やってて。はい、というわけで、じゃあちょっとすみません、写真だけ、はい、写真だけですね。すみません、はい、それと、はい、写真撮るの、すみません、ちょっと、まあ、ボタン上階ではありません。はい、すみません、じゃあよろしくお願いします。はい、チーズ、こちらにも、はい、チーズ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこちらの方は、間の時間にゆっくり食べるとして。すごい。望月さん、はい、あの、ご覧になって、あの、昨日ちょっと仕事だったんで、はい、合間と最後は、うん、合間ちょいちょい見れて、うん、まあね、本当にさっきも、ね、梶本さんおっしゃいましたけど、はい、勝たなきゃいけない試合で、
そうですよね、立場的にもね、勝つことっていうのはやっぱりすごい大変で、うんうん、まあ、メンツ見た時にね、はい、やっぱり、林くんが準決勝懲罰だったんで、うんうん、いや、このまま行ったらやばいなって思ってたのと、まあ、なおちゃんもそうだし、まあ、柴田さんも試合巧者なんで、うんうん、まあ、勝たなきゃいけないけど、そんなに楽な試合じゃないなと思ったんですよね、はい、だけど、うん、1回目の優勝の時とやっぱちょっと違って、うん、2回目勝つっていうのはこれ本当に力がないと勝てないですし、うん、やっぱりこの同じタイトルを複数持ってる人って実は麻雀業界そんなにないんですよ、ね、はいはいはい、うん、特にこういうあの一発勝負のね、うん、試合で勝つっていうのはなかなか大変なことだと思うし、本当にね、もうね、どうしようもない頃から、アマチュアの頃から、どうしようもない頃から見てた、なんかやんちゃだったみたいじゃないですか。いやいや、うん、もうガム食って対局してました、ね、ああ、なるほど。そんなこともあったんで、いや、本当にね、嬉しいですよ。そうだ。お前ふざけんなって怒ったんですけど、いやね、よかったですね。うん、昨日は、だいぶ祝勝会とか。そうですね、はい。だいぶ祝っていただいて、東京の方で。はい、嬉しかったですね。結構来てくれたんですよ。はい、で、その明け方は、ゆかふじでわざわざ。そうそう。ありがとうございます。寝てないでしょ？いえ、ちょっと寝ました。ちょっと寝た。ちょっと寝ました。もしかしたら解説中に、くっとなるかもしれませんが。その時ビンタしますね。わかりました。はい、今日もあれ、おめでとうございました。ありがとうございました。すごい、みんなに祝ってます。すごいね。ありがたい。すごい。ありがとうございます。まあ、選手の方は、はい、すみません、すごい。さあ、ということで、まあ、ゆかふじの方に話を戻しますと、はい、まあ、ポイントがね、SSC がかなりリードしている状況、うん、まあ、鈴木さん、はい、このあたりは、まあ、予定通りというか、その、まあ、うまくいったかなみたいな感じ。そうですね、まあ、ポイント持ってることにもちろん越したことはないんですけれども、ポイントこのちょっと余裕がありすぎるとありすぎるで、うん、ちょっと、ポイント意識 して守りに入るとこう、ね、逆転許しちゃうってこともありますので、うん、まあ、今日明日で、今日明日はもう一節目と思って、あまり守らずね、うん、普段通り打って結果ね、明日でほぼ当確になれればいいなと厚選手に伝えてありますけど、うん、はい。そして一方広場チームはね、もう、そうですね、かなりマイナスが大きくて、田中さん今日お一人でしたけど、はい、3戦続けて打つ前の雰囲気なんですね。いや、後で来ます。あ、そうなんですね、はい。個人がね、切り替えるっていうところもそろそろ、そうですね、タイミングですもんね。まあ、どちらにしろ、田中が個人もチームも、田中が頑張れば、うん、まあ、チームはちょっと厳しいですけど、うん、まあ、個人の方はあるんで、はい、頑張ってほしいですね。はいはい、さあ、そして望月さん、はい、広場チーム、ごめんなさい、ひまり、リゲンソゾーン、はい、ここは2番手。そうですね、SSC さんが内容も圧倒してるんですよね、今回はね。で、まあ、人間なんでね、いい時も悪い時も当然あると思うんで、まあ、スケール隙はまだまだあると思うんですよね、下位のチームも。ただどうかな。まあ、雰囲気的にはちょっと。ひまわりチーム、大園さんね、今日今から対局ですけど、はい、頑張ってほしいですね。ちょっとやっぱり悔しい思いしてると思うんですよ、はいはいはい、今季は。なので、やっぱりこの、ちょっとスパンが空いたんでね、この間でちゃんと調整して、はい、ね、タイムシフト見直して、勉強した甲斐が、出ればなっていうふうに思いますね。まあ、広場さんはね、もう毎回頭取りに行くのかな。うんうん、まあ、そうせざるを得ないですよね。ね、まあ、やっぱりこう自分のチームが、ね、うん、上に行きたいけど、それでもやっぱりこう SSC を一つでも着順を下げるみたいな、はい、そういったこう三者でのね、共闘みたいなのももうそろそろやらないと追いつかない数字かなっていうふうに思いますんで。まあ、でも安定してるかな。山田さんの充実度もすごいんで、ちょっとなんか安心して見れそうな感覚になりそうですね。はい、わかりました。では間もなく準備が整うようですので、1回戦準備ができましたら対局をスタートしてください。あ、始まりました。はい。はい、では、そして皆さんもどうぞお越しください。はい、当局、ドラが3層です。ちーちゃが SSC 山田。こちらがハイパイ
で、なんちゃが田中、そしてシャーチャが日高、ペーチャが大園。うん、大丈夫。はい。うん、うん、大丈夫。こちらがシャーチャの日高の配分です。六十パーがはっきり見えるんで。はい。さっきも言いましたけど、やっぱりこの山田さんを挟み込むような対局にならないと、うん、ちょっと勝負自体がね、うん、縦長になっちゃいますんで、田中さんがどっちかっていうと、はい、割とこう局面と状況に合わせて打っていくタイプ、はい、慎重な打ち回しをすると思うんですけど、大園さん、それから日高さん、今のこのスーソとかもそうなんだけど、ちょっと私がって出ちゃうと、それがいい方に出ればいいんですけどね。はい、おっ、これであんこが2つ。ね、うん、中は、あ、これいいですね。うん、おお、60パの、はい、近づいてきた。大園さんね、これやりすぎになっちゃうかもしれないんだよね。うん。嘘切ってリャンワンっていう、ね。どこかで嘘がバレちゃうんですよね。あ、嘘がバレる。例えばドラが統一以上だとか、スピードが速いだとか、はい、そういうことをちょっと匂わせつつ打ってると思うんですけど、どこかで速度がないことが分かってしまうんで、うん、まあドラもね、誰かが2枚した、うん、あんまりこう主張しすぎない方がいいかもしれない。この曲はおとなしく打った方が。ほうほう。田中さんからリーチが多分飛んできそうですよね。そうですね。その時にこう準備ができてればいいんですけどね、小園さんもね。手配はちょっと統一が多め。そうですね、これで4統一。うんうん、これで総図両面系。イーシャンテンなんて素直に取るかな。うん、数枚にくっつけて、こうとか9ピン引いての狙いですか。そうですね、これでイーシャンテンになりました。思う目いっぱいでいいじゃないですか。お、ドラですね、ここは。ドラを引いたら、チートって決めたと思うんですけど、それにしてもちょっと、後手感はあるかな。うん、おぉ、さあ、これ3個含みで、かつ即リーチも打ちやすい形。サブローソー入ったら参考にしそうなんですよね。ほうほうほう。田中さん的に。うん。2枚目の白が合わさると、これでピン確定の形自然にいくんじゃないですか。3ピンと数ワンのね、あの安全度をちょっと考えてますかね。ここは3ピンを先に処理しました。そうですね、この白2枚目が、うわ、来た、これは確定3色、うん、これはいいじゃないですか。なかなかの数ワンが危険ですね、うん、これを受けてどうするかですよね、うん、この白どうですか。ポンしない、あ、した、あ、しましたね。うん、サブローソー行かないんじゃないですか、これ。いや、まだピンフイシャンテの数万が、ね、うん、行かないと思いますよ。そうですね、ドラの三蔵を引いた時だけちょっと危なかったですけどね。これ行かないと思うな。いいピンチピンが安全ですけど、そうです、行かないですね。冷静ですよね、うん、やっぱりこういう選択ができるんですよね、ポイント持ってると、はい、逆の立場で親番だと、これ親番だからちょっと攻めなきゃっていうところね、リングのイシャンテンだとね、向かいたくなりますよね、うん、こういうところですよね、山田さんの成長はね、うん、ああ、決まりましたね。ロソの方のつも上がり、白で400、700、うん、日高の三色確定リーチをかわす上がりになりました。これね、大園さんが、合わせて白を切ってると、はい、ポン、まあ、なんですよね、うん、まあ、結果多分サボロソ積もるんだけど、リーチを呼び込んでないわけですから。なるほど、うん、あの結果だけ見ると最高ですよね、うんうん、大園さんに一陣を置いてくれたらために、その上がった田中が親番になります。まあ、じゃあ広場チーム、まあ、日高さんの手はね、闇手にしても結果は
どうだろう、山田さんが数万打ったかどうかぐらいですもんね。そうですね。うん、闇天だと、3金3色ですか。3金3色。うん。先手の上がり。4番がね、あの山田だったんで、野球かぶりさせたいっていう感じで、ね。そうですよね。リーチ、戦い方としてはね、いいと思いますけどね。そうですね。うん。もうちょっと詰まってるとね、ポイント的にね、ね闇天って選択も結構出るんだけど。うんはい、お、ダブルチャンス。ドラがパーピンです。子供もまずまず。中門割と先手が取りそうなんですが、もうなぜ日高が。さすがに早いですよね、うん、これがね。ここは、おっ、シーソーから。武者さん、嘘から。嘘からですね。うん、赤入りだと、こうなりますけどね。はい、あ、なるほど。嘘と地層ど、なんで、あれなんですか、嘘になった時は、ドラフィンですね。はい。町が強いみたいな。うん、まあ、サブローソーより老朽層の方が、やっぱり、寛容でもないですね。はいはいはい、うん。お、地層を植えました、山田。ベーチャー。めちゃめちゃ気持ちいいね。一番いい転敗系という感じですね。これ森下さんでも勝てないかもね。勝てないですね。ワンダービーこれじゃ勝てない。すごいですね、これ。3色の次はドラドラ、今度は上がりたい日高ですけど。9万が場に2枚。ローワンが。あ、大園が固めてましたっけ。そうでしたね。これわかんないですからね、リーチしてる方法ですね。山田さんは行かないでしょ、これ。ああ、もうメンツを見て。9万頼り。あと2枚ですか。さあ、王道のこれ、パーピンがね、ドラだけに。パーピン引き出さない以上は行かなさそうなんですけど、じゃあどうするかってことですね。じゃあそこで行くのかな。今に現物、アリアンソー。さあここに9万。安牌は大丈夫ですかね。まあ、これだけあれば、準備があれば大丈夫じゃないかなと思いますけどね。なるほど。まさか残り1枚だと思ってないよね、平野さんも。そうですね。こんだけ一生懸命急走の数が増えてるぐらいじゃないですか。無駄だ。裏さん、裏さん。4番の田中もちょっとまだ、あ、しかし一歩進みましたよ。2番ぐらい切りますね。大人が反撃に出るか。これドラキルかもしれないですね、ひょっとしたら。チーピンがね、ドラ表示範囲が田中のところ2枚。一気に染まってしまうかもしれないですね、田中さん。大園はチーピンを引きたいんですけど、そこが薄い。山まで来ましたが、山かな、売り手なんで。白春はションパイ。ここでチューンが出た。これ丁寧に行った方がいいですね、リアソー。こちらも現物ですが、リアンソーの方。どうやら、どうでしょう、大園以外は。そうですね。大園さん、これ、戦いたいよね。そうですね。ドラ引いちゃえと思ってるかもしれないけど、ドラはないのか。戦う気満々ですね。引けるか。12巡経過。まだは何番もないんだね、これ。ああ。もないだね、やっぱ。マンズがとにかく、あ、そうですね、ヤンマンが4枚切れ。順面も深くなってきたし、ヤンマンがこの状況だと、
仕事もね、これも通っていない。アンズもリャンマンイーマン。あ、ウーマンが一応通ってますけど。スマイプかな。ルーピンが現物ですね。ルーピン行くのかな。しますかね。ルーピン行ってから、ローピンから行った。一番強く行きましたね。やる気満々ですよ。スーピン引いたらドラギリの勝負が待っていると。そうでしょうね。浮き輪がなくなりましたね、これで。田中さん行かないですね、これね。これはね、もう粘らずにと。戦うべき相手を間違えちゃいけないですよね。まだもどうやら究極までしのげそうですね、まだウーピンがある。山田さんも受け方が丁寧でしたね。これはちょっといいな。これはマンズでも厳しい数字ですね。一旦ウーピン切るか、はい、年頃が見えたんで、これで、ああなるほど、パーピン切るっていう人もいるかもしれないですけど、まあ確かに自分目が深すぎるんでね、この曲じゃなくてもいいでしょう。まあもっと条件のいい時に戦えばいいって感じですかね。これまたね、日高さんとしてもね、あの先輩系を見せてね、終わりれるんで、まあ、上がれなかったとしてはこれはいいかなと思うんですけど、ただないと思わないんでね、さすがにね。そうですね。さあ一応イーシャンと、いやでもウーピンもありますよね。ウーマンもあるから、いっぱいあるね。チーピンはこれはチーすれば、チーマンか、チーマンかな。なおかつ日高の背景もね、ずらして自分に持ってこれますね。3万はいるんじゃないの。1枚自分で 2枚、1枚、あ、いないか、ゼロか。そうですね、嘘、これは通っている。流局2人転敗になりました。日高としてはね、また上がりたい手を上がれずというところで ね、残念ながら。逆に大園はギリギリうまくいった感じですかね。そうですね。いい位置でぶつけたかったなって思ってるでしょうけどね。その3曲、一本馬、ドラが、ドラがチーソーです。すみません、筒井さんがね、全然コメント見たかったです、はい、すみません、いっぱいコメントくれてるんですよ今日、はいはい、すみません。まず筒井さんが、はい、名古屋リーグもあと9ファンちゃん、はい、300ポイントぐらいまだまだ分からないと思いますって書いてあるんで、500ポイントきついね。じゃあそれは、はい、450、そうですね、よろしくお願いしますと筒井さん来てくださってます。森下さんのコメントをコメントをいっぱい、ありがとうございます。はい、ほら森下さんおめでとうございますと、筒井さんも、はい、ありがとうございます。こちらが、シャーチャの山田、初が統一でまあまあ整っている。中さんは2メンツ、親の日高1メンツと2面1組、統一が2組、大園がちょっと厳しそうですかね。山田さん1回どっかで上がりつけたいですよね。軽めの上がりでもいいから1回パンと上がっておくと戦いやすいかなと思うんです。見てるだけでと結構4着になっちゃうことも、ね、そうですね、あるんでね。ここはメンホンチートイツあたりの構えか。僕結構このハツとかいつなぎするんですけど、こういう状況だと。あ、そうなんですね。ほとんど泣かないんですけど、持ってるポイントと、はい、まあ一本馬、一号一本付き、はい、
最近の山田は多分もうおそらく一泣きするでしょうね、こっちは、はい、泣いた方がいいと思うんですよ、はい、なるほど、うん、ここはまあ打点とかそういうんじゃなくて、うん、まあ、これ上がるとほぼ並びになりますもんね、うん、これちょっといくかな、メロンチートイ白は2枚切れなんで、まあ決めやすいですね、うん、ある意味。あ、ドラの方引きましたね、これ、はい、ますます泣きやすい。そうですね、うん、これで、おー、いい感じ、愛がちゃんと合ってきた、追いついてきました、うん、そして山田もこれで両面両面、うん、はい、こうなるとリーチ打ちたくなりますね。そうですね、イースピンがちょっとあの場にイーピンが3枚切れてる、うん、そこだけネックですけどね。今泣きますか？この状態で多分泣かないと思いますね、うん、僕も泣かないです。あ、こうなると別ですね、これは泣くかもしれないな、4枚飛び、うん、さあ、そしてわあ、これちょっと味悪いけど一旦テンパイ取って、そうですね、闇点ですね、本点からの変化ですよね、はい、なるほど、うん、まあ、上がれたら上がれたで、とか積もれたら積もれた、まあそうでしょうね、うん、いや全然いいでしょう、もう早くね、シャンポン変化してリーチしたいなと思ってると思いますね、うん、ウーマンとか例えば切ってる馬を引き戻したらテンポ壊すってもあるんですかね。ああ、でも3万も切ってるのか、そうですね、うん、テンパ偉いんでテンパにひょっこり積もがやっぱり嬉しい局面ですからね、気がするな。スピン。あ、これ変えるんじゃないですか。一旦カンチャンですか、ね。これはリャンピンでしょ。リャンピンが2枚飛びなんで、うん、シャンポンになりづらいんで。ほら、もうリーチ行きましたよね。強気。打たれてからリーチ。リーチ打つならつもぎりの方が良かったですね。かったな。リャンピンの4枚目を見せといて。っていう意図もあったかもしれないですね。イスピンじゃないんでね、うん、はい、さあ、田中さん、このスーピー危ないね、相当当たるね、これね、お、偉いね、絶対切っちゃう、俺偉いね、うん、我慢効きますね、うん、ほとんど通りそうじゃないですか、そうですね、うん、ちょっとシャンポンケアするぐらいですもんね、うん、ここは親番の開くカードをするか、ちょっと天杯まではまだ、あー怖い、いやー怖い、来てるよ、いや、これも吐くかな、あ、トンもないんだ、トンもないでしょ、吐くもない、あ、ということは、まあ、引いた形になりましたね。ね、さあ、どうする、これは危ない。あ、さすがに言っちゃうね、これはね。ここまでよく出なかったですよね。1ドラ1、2600は2900、リボも入って、これで山田、また、まあ、めちゃめちゃいい上がりですね。そうですね。2、5、4まで、あ、2、6、7、トップ目に立ちましたね、ビサですが。ひそひそ喋ってますね。ナイス、ナイス。の4曲です。ひまわりチーム、大園の親、ドラが嘘になりました。ここまでは動きが少ない展開でしたが、いやだけど、あの追いかける3チームにとっては嫌ですよね。うん、なんかいい感じで先手を取ってリーチかけて下ろしてみたいな、ね、感じの曲がついて、そうですよね、でもスッとこう戻されちゃう、気がついたらトップ目ですもんね、うん、こういう戦い方がね、はい、あのやっぱりできるのはかなり有利ですよね、うん、うん、なんとかして、まあ、特にね、チームの可能性があるところ削りたいところですよね、SSC を。ひまわりさんも、まだまだギリギリ逆転のチャンスはありそうですもんね。あの、今日の段階で100ポイントぐらい、うん、100
ポイント、150ポイントぐらいまで詰めとけば、うん、全然ありますもんね。そうですね、うん、さあ、この曲は田中さんの手がいいですね。ドラドラ、ドラドラ、うん、は単品などもありそうですが、ちょっと形的には田中さんの手がまとまっていて早そう。円柱ワンターツができた。山田はこういうのもさばいていくんですかね。ちょっと4トイツで、ワンドル部分が2冠なのでね、うん、はい、ちょっと動きづらいですよね。僕もこれは仕掛けないですね。白も、白は2冠触ろうと思ったのかな、今。そうですね、安全、ちょっと守備意識ありましたね。うん、ポジションでそういった。これやっぱドラを統一で使おうという。じゃあローマンの方がいいですね。ローマンじゃない、ローソーの方がいいですね。決めちゃう方がね。ソーズで2メンツとかも考えたかもしれないですね。分岐点だけど、両冠切りそうだな。お、仕掛ける方向に行ったね。これで仕掛けますね。この曲ちょっと日高さん守備意識があったんですよね。あの普段の切り出しとちょっと違ういいんですね。はいはいはい。その間に大園が石間を引き入れて一段点ですけど、はい、まあ2万切るかパスを切るかの選択で、うん、1だけ目指すなら2万でいい。2万の方が良さそうですけどね。アンチーソーサブローはですね、まあ後の変化もありますしね、はい、うん、これでそう泣かない。立つは泣かない。なるほどね。動かなかったですね。動いても不思議ではない形にはなってます。多分切った相手がじゃないですか。切った相手が番手の流月ゾーンの日高さんなんで、そこか、そこには保持しないよっていう構えなのかな。なるほど。うん、今も8巡目まで来ちゃってね、メンツが1つもできてなかったんで、うん、メンツが1つ2つできてたらこれいいじゃないですか。さあ、うん、サブローは遠品ドライチの、リーチですね、親番の。そして山田、これをすかさずチーして現物の急走3万あたり、うん、思想が埋まったらちょっと、まあ、ねえ一品とか、うん、おお、そうまくいった。これが大園への上がり。遠品ドラ裏はありません。5800。キルハイはあったよ。キルハイはいい。一品でもまあヤンマンスーガンもありましたね。ミササシだったんでね、ヤンマンスーガン上がりたかったのね。上がりドラドラだよね。そうですね、チームのねポイント状況を考えるとね、ドラドラだったんでトップが欲しいですからね。トップを取りに行ってる。はいですか、はい。さあ、エンチャンドラが9-1です。これで並びができたので、この並びを生かしてあの4人とも戦うと思うんですけど、今回は1面2ピンズにあります。お、山田ドライチでマンズが比較的多かったんですが、今パーピンを重ねた。守備意識高くなるんじゃないかな、こういう曲は。かもまずまず。
質が見えてきたか。なんかさんもチーズを引き入れて良くなってきました。だからこれで2メンツ、イーシャンテン。どうやってイーシャンテン取るかですよね。これでもチーピンはちょっと残したいですかね。3色の渡りがあるんで、これはチーピン切らないで、フリアンシャンテンも乗せするんですけど、ピンクカンちゃん払います。うん、ヤンピン切りそうだな。そうですね、なるほど。まあ、とりあえずストレートにチーピンを切りました。ドライチドライチあるんでってことですよね。この後大変ですよね。この後テンパイついた時に具系のテンパイどうするか、はい、それをさばくならシャンテン数がね、早うちにちゃんとさばいていた方が変化のパターンがあるんで、うん、そう、あ、全然カンちゃん嫌ってるとこういう例えば数ワンとか3ワンとかも、うん、あのね、数ピン切ってくっつけ残せるんですよ ね、 すね、うん、ここから割らない方がいいと思うんですよね、うん、であればチーピンの方が価値高かったと思う、ね、うん、そうですね、はい、まあ、よりチーピンの方が価値が高いですね、うん、またはこれで両面ができました、うん、録画じゃない録画じゃないよっていっぱいいろいろね、質問とか来てるんですよね。水村からの質問ってのがどれだったの。カイド2チームは SSC にプレッシャーをかけるために何をすればいいですか。はいはい、ああ、なるほど、はい、そうですね、僕なら大園さんの立場だったらこうやって戦っていくのがいいと思うんですよね、うんうん、やっぱりこう親番生かして、うん、あの面前では入れてはリーチリーチといった方がいいと思うんですよ。田中さんの、まあ、下茶というポジションと仕掛けもあれですかね。日高さんの立場はちょっと難しくて、またね、ジャンプもなんですよね、うんうん、ジャンプもね、冒頭で言いましたけど、やっぱりこうどちらかというと自分で局面打開していきたいタイプの麻雀打ちなんで、でね、あのトン一局トン二局と思って滑ってるじゃないですか、ハイリーチですね、うん、こういう選択ですよね、これチーピン切ったってことは、うんうん、さあ、そして大園がこれを仕掛けてタイヤですか、うん、まだ、あの多分親番も落としたくないんでしょうね、このハンちゃんも三ピンが、ただ六ピン系で九ピン、まあ大園は大丈夫そう、ここがここが、ね、ああ、てかもしかもテンパイ、ただこれは本当はキュート切りたいね、そうですね、とりあえず先輩取って攻めたところを日高が上がり、うん、リーチドラドラ5200、5500の上がり、うん、3ピンが筋になってなかったらね、急速来て外したかもしれないですね、うん、まあ比較的安全そうで、うん、まあ先輩も取られて、ね、まあ、ポイントがないからっていうことですよね、うん、逆に ね、 ね、余裕があれば余裕のある構えにするんですよね、うん、しかし流言相存がこれで2着目に浮上、セッシーが、まあ、ビサの3番手ということになりました。ドラが、シャーですね、ない曲、まずは2万、田中さんの手にドラがシャーが1枚、そして相存の1通が狙えそうだ、中もまずまず、うん、なかなか手がいい感じになってきましたね。この曲は行くでしょうね、はい、いっぱいね、うんうん、一色で見ましたね、さん、どういう風に行きますかね、うん、これね、うん、難しいところ、あんまり大振りにならない方がいいような気がするんですけどね、うん、あ、いい、1番引いたな、全部残してしまうかな、お、残さない、うん、3色だけ、ドラのシャアが重なったら、まあでも普通に手なりで進んでいきますか。3ピン。こ
は通勤ですか。通勤かもシャア来ちゃってもいいと思いますけどね。どこちっぱ。これ状況がね特殊なんで僕シャア全然切っていいと思ってるんですよ。うん、そうですね。泣かれてもね、うん、シャアちゃんに泣かれても別に。そう、シャアちゃんが泣くのは全然 OK、はい、で泣かれなかったらそれはそれで OK で、うん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 、例えばツモって言って上がってもらった時にはまだ親番なんですね。ね、かぶりますからね。なるほど、うん、これはシャア僕はすごい切りたいんですけど、はいはい、逆に先に切られちゃうと今度は押し返しづらくなっちゃうんで、自分が切ったってことが大切になる局面だと思うんですよね。シャアを使って上がりたいと思ってるんでしょうね。うん。どうしてもね、うん、高くして上がりたい状況ではありますね。これ3番ですね。うん、3色がありますね。うん、あ、急に切った後の10万引き、ちょっと嫌な感じがするか。味悪いんですよね。E ピンって3ピンつもでしょ。うんうんうん。うん、だから、いつもあったなぁ、シャアさえなければみたいに思ってると思うんだよね、はい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 、これ。お、分かりました。おー、引き戻した。さあ、これで戦えるか。ただ、想像にくっつけば6チッパーもちょっと考えたい。やっぱりシャア切った方がいいと思うんですけど。シャア切った方がいいですよね。うん、ただ、でもやっぱり切るなら、やっぱりもっと前の方が良かったとは思うんですよね。さあでしょ、しぶしぶ。うわぁ、これは。重なればまだね、リカバリーは効くが。立ち合いからね、リーチ受けたときにね、切りづらくなっちゃうんですよね、シャアが。はい、なるほど。さあ、まだバトラのシャアが1枚ずつも垂れたまま、山田も持っています。さあ、ここで手放した。こうなるのと自分が切るのは大差だっていう話ですね。そうですね。先に切らせちゃうより合わせてもらう方がいいんですよね。先に切ってるとね、親の山野も例えば小園来るかもって守備意識ね、高くスリムに受けてね、連敗逃したりってこともありますからね。これ受けた時に相手がどういう考えをするかっていうのをなんか一人一人聞くとなんか分かりやすいかもしれないですね。そうですね。なんで先に切る意味があるのかとか、これな、こうなっちゃうとちょっとこのリーチ行きづらいでしょう。そうですね。他の3者はちょっと戦いづらいですよね。戦いづらい。親リーチです。ここに打つとといけないな、ヒントで。手は大したことないですけどね、そんなことは分かんないですもんね。なんかどうかな。さあ、ちょっと。形が重いね、ちょっとね。そうなんですね。そうですね。おろっそう待ち。ウーマンが現物ですか。ウーマン現物で、リャンマンが宣言杯だけど、イーマン2枚切れてる。3枚切れてるか。シャンポンだけですかね。シャンポンじゃなさそうですよね、リャンマンは。わぁ。一回、いいじゃないですか。ユーピン。輸送のチャンスでありますね、バーソーの。輸送のチャンス。輸送は倍1。ああ、そう。やめた。ああ、そっか。もうそういう精神状態になっちゃったんだね。補充がね、続いちゃってましたからね。それよりペイの方がいいと思うんですけどね。ね、1枚切れで、ペイと。ああ、そうだったらペイの方がいいですね。そうですね。1日になった時はね、戦い。1枚ね、勝負っていけますもんね。お、さなった。押し返すにはちょっと弱い形なんだよね。打点的にも折り合いがちょっとつけづらい。まだのサブロッソはもう山にはなさそう。ゼロ枚テンパイ。ヤンピンテンパイ。いい街だけどね。あ、もう切れすぎてるな。1、2、3、4、5、6、6枚切れ。手の中にヤンピンウピンが何枚あるかですね。でもまあ、手になさそうなんだよね、これで、ね、
ウピンは分かんないけど、ヤンピンはなさそうだから。持ってきたやところが、早く切ってと思いますよね。まだ目立ってないですもんね。うん、これは目立つタイプ。目立ちますね。しづらいですね。ただドラマ出てますから。メンタンピン裏打ちたくないですね。現状1位なんですよね。なるほど。接しには打ちたくない。特に親ですから。特に親には打ちたくない。安全牌はある。9万切って、ローアン引いたら頑張るとかっていうのも。9万切って欲しかったかな。そうですね、9万切ってローアン引いて単品ペコになったら押し返すっていう手順も面白かったです。うわーい、フリテン。パワーフリテンですね。よくあります。よくありますね。よくある。いやー、おぞいとってはなかなか厳しい。ただ、テンパイはあとは、キープできるか。テンパイで繋いだのは最低ラインですけど、しかし、こういうのは、切りましょう。これはいくんじゃないかな。後筋ではありますね。ションパイ。山田が8で当たって高いパターンだけ考えればいいんで、7まで切って山田がパーピンで、これ安そう、パーピンで当たらないですよね。パターンがない。これで流局になります。山田、大園の2人転売。ジバジバ押してくるじゃん、終盤に。これは本当に戦い方一本だったと思うんですよね。あの、リーチをかけるとか仕掛けるとかっていうのじゃなくて、ドラを使った局面選定がね、大園さん取れたんで、そうすると山田さんはおそらく闇剣の選択になると思うんですよね。はい。闇剣の選択をさせると、あの、持ってきた範囲によってやめたくなったりとか、そうですね。はい、しますからね。駆け引きみたいなのがね、上手なのはそういうところなんですよね。ない曲、ボンバードラがチーソー。今のこの並びがみんなにとっていいわけですから、はい、これ連チャン続くと並び変わっちゃいますもんね。なんとかこのぐらいの状況でみんななんとかしたいですね。止めたい。なんかその2面ツ、そして日高、アンツが多めで止まっています。ドイツが3組目。ドイツが3組目。赤さんはこれ先はまだちょっと時間かかりそうですよね。やっぱり親番で勝負ですから、野田は。日高も打点上げるんだったら、ああ、でも、さすがに一面倒として一色はしてない。ニャンシャン邸に戻しましたね、今。さあ、親番、終わったらいいですか。はい。まあ、最終的には単野に向かうんでしょうけど、ベンチ層を最初に見せといて、はい、まあ、引いたらその時に考える構えかな。かわいいシャンテン。あ、そう、少し引っ張るんですね。まあ、今、2差しがあったんで、ね、バス切ろうか悩んだと思う。いい三点。日高さん、つむり3個のいい三点ですけど、なかなか天板なさそうな、いい三点ですね。どうぞ、ご覧の地層を浮かせたまま、手作りをしています。いい、あんこ。
これで貫禄層系決めましたね。貫禄層決めたんだね。うん、ドラを使う形ですか。マンズスアルってはなかった気がする。ありますよね。ねえ、スーワンとかというとない。スーワンもローマンもあります、ね。うん。あ、ローマンか。ローマンの方が良かったかな。つもり3個残して、3個残したいですよね、ドラ。ローマン切ると、シーズンもまだ残るもんな。残ると思う。うん。3アンコウとドラと、次引く範囲によってはチートいつも残る。そうですね。うん、もっと言ったら数アンコウとか。数アンがいいかな。そう、ドラにつけた人、その、スーソーバンコ。これで3万個含みのイーシャンテン。半数ピン入れました。ここはピン風、ウッパーマンデリーチをかけた田中さん。パーマンが場に1枚。日高は0。きついね。大園はパーマンがちゃんとで2枚。きつい、どうぞ。本物はある。ありますね。ウーソー3層現物で。うん。うん、質問はありません。ここはターツを壊して、あ、メンツを壊して、まあ、回ってきますね。大園はどうするんでしょうか。山田さんはどうしますかね。どっちでもいいんじゃないですか。結局でも大丈夫。なんか無理はどちらにしてもしなさそうですけど、なんか打つとひまわりも人間創造もみんな喜んじゃうんですもんね。行かないような気がするけどな。怖い。はい。うん、そうなった時にね、無筋だけはちょっと切りづらいですけど、まあ、筋ぐらいは、筋ぐらいはね、はい、でも感じですかね。これでいいかな。じゃあ大園さんこれうまくいったね。うん。予想は次ですか。マンコ。これは安全にドイツ落としできるのか。これでダンスそうかな。うまくいけばテンパイが入りそうだ。山田さんも常に安全を変えながら進めてますからいいですね。うん、仮に脳、ね、天だったら、うん、そこは闇天。闇天でしょうね。トップ目。おお、テンパった。上手、うん、ここも役なしですが。あ、しかし上がれたのが大園でした。ハイヤーピンフドライチ3900は4200。闇天も冷静だったと見ていいですか。まあ闇天ですよね。5枚見えでしたかね、6級層がドラ表示含めて、はいはい、ただその田中さんのリーチにね、6級層5枚見えなんですけど、じゃあ残りの3枚どこ、まあ、特に級層に関しては、はい、山にいるんじゃないかなっていうのはリーチする手もありますよね。相手が相手だけに ね, そうですね、まあ、ただあの田中さんに報酬するとあの山田が喜びますからね。そうですね。はい、確かに。いや、いい上がりいい感じです、うんうん、なんかいい上がりですね。これで、うん、これで一歩抜けましたね。本気一番いいですね。あ、大園、うん、さあ、そしてラス目田中さんはいい、ね、はい、ドラがトン、
難しいですね、第一打トラが飛んで。難しい。想像も手をかけづらい。僕は想像手をかけるんですけど、だけど何切るんだろうな。人による、ギャンマンもありますよね。ベッドレスにしておいて、目いっぱい、うん、おドラドラ。ちょっとちゃんと3色も、ね、そうですね、仕掛けていっても発展的に、ね、おとなしく吐くからいくっていうのは、はい、かな、うん。もうちょっと様子を見ながら。そうですね、まあ次3層とかなりそうですけど。うん、統一戦もあるから難しいですね。次の角が。いい勝負だよ。どうかな。おお、あ、これ、いい勝負だよ。9層。9層いそうって言って、ちょっと単位を合わず、2、4、5、7の部分で2メンツ見てますかね。なんでいい勝負なくて9層なんですかね。じゃあ、それは1番ね。うん。そう感じたんですか。シーワンってことか。さあ、1テンパイ入るか。まずは時間の問題のような。どうするんですが。だからね、大園もなかなか方針がね定まりません。大園のやつは泣きますか、はい、僕は結構泣いちゃうんですけど、うん、ただこの曲に関しては仕掛け入れて手配短くすると、はい、親の田中さんがラス目なんで、うん、ほぼほぼ降りてくれないと思うんですよね、うん、はい、親リーチと、まあ、仕掛けていた時に何枚残ってるか分かんないですけど、うん、ぶつかることも覚悟してね仕掛けていかなきゃいけないですよね。打点的には見合ってると思うんですよね。そうですね。酸素と発表聞きたくてしょうがないですよ。仕掛けるにしたらね。そうですね。当たってたくないんですよね。さあ、ピンズが伸びて2メンツ候補が出てきた。もう何も決めて決まらない感じですけど、まあ、今日ちゃんと3色。考えるならパッピンかな。チューン。チューン。そっぱい。もったいなくはないけど、遊んじゃってる牌があるからね、うん。遊ばせるなら違う牌の方がいいんじゃないって思う。チュンポンでローピンローンされると最悪ですからね。ね、ローピンから切っちゃいないんですけどね。ピンクのいいシャンテンになりました。なんか。わぁ、死にたい。いやこれだってローピン、パーピンって並ぶでしょ、ここ多分。どう並ぶかわかんないけど。切ってるかな。分かんないな。時間かかりますね。交換前だな、ローピン切った方がいいですよ。あれー、どうした？9ないの？どうした？三連敗は。さっき褒めたのに。うん、なんだよ。いや、面前で行くにしたって、だってロスが多いでしょ。手役こぼしちゃってるしさ。褒めたのね、対局ゴミしかそれ聞けないから。そうだ、褒めたんだよ、絶対。なんだよ。特にローピンがね、今現状切りづらいって思ってるとも思えないですしね。まあ、誰かに連敗入ってるかもって思えば、まあ、理解わかんなくなるけど。はい、ですけどね。そういう感じはなさそうですからね。まあチュンチュン残ってペンチーピンとペンチーソーとみたいな形になって、うん、チュンポンみたいな構えでね、そうですね、ねっていうのがなんか自然だったよね、うん、この手、うん、まあだからそこになんかちょっと、ああ、初まで死にたい死にたいよ、本当にチュン切っちゃってもローピンさえ切ってれば、ハズが捕まってるでしょ、うん、そうです。ああ、これで転敗。さあ、
手代わりはかわいそうやな、なんかこんな感じで全然入らん、まあ、しょうがないよね、しょうがない、悪いことしてないからね、まあ、あの運は運は全部あの女が持ってちゃったんだよね、確かに森下さんが悪いですよ、あっちもこっちも加藤だなんて、森下さんそれはないよそんなのはね、アルファイ取らせんでしたね、トン切らない、うん、なんだろう、あー死にたい、もうダメだ、もう帰りたい、俺の田中がずっとつむぎりだからそうかな、つむぎりだからって、ただあの親の田中さんは状況的に転廃したら必ず日来ますからね、日来る前に脳天ってね思ってもいいぐらいと思いますけど、ね、なんかだから、あ、トムはあんこで持ってる可能性を考えてるってことですか、それもリーチしそうじゃない、点数的に、うん、リーチすると思うから、それまではもう伸び伸びと、ようやく、ようやく田中リーチだ、もうリーチですね、うんうん、さあ、しかしこうなると日高も、日高さん、日高やっちゃったこれ、いやこれはやっちゃいましたね、日高さんやめなきゃダメだよこれは、そうですね、うん、そうそうですね。シーケンキーってトンタンキーでリーチとかやっちゃうと、ね。そんなに元気それはちょっと。パスもありません。こうやってね、あの、挽回のチャンスを与えるのがやっぱり良くないんですよね。そうですね。だからやっぱり切るべき牌は切ってね、勝負する局面は勝負して、相手のチャンスを潰していかないといけないんですよね。はい。これは大園さん、しっかり、うわ、死にたい、本当に。旬も。だって、ツモでしょ、これ。はい。おっと。チソガイスーピンですね。イスーピンは振りたい。風曹とロウソウが自分の目から3枚ずつ見えているので、チソが比較的安全ですが、現物。インピンが吹いてんだったんですね。そうです。インピンが吹いて。さっきもちょっと言おうとしたんですけど、はい。日高さん、リーチって言われたら、抜いてやめようと思ってるんですね。だから目いっぱい直線的に行くんでしょうけど、あんまりだな、ギリギリまで戦える形残してほしいんだよな。リーチって言われなかったら、はい、何でも切るんでその選手になっちゃうと、うん、リーチって言ったらやめてくれるになるし、やめてにしてればこぼれるってなるから、相手は戦いやすいですよね。そうですね。うん、だからある程度傾向とかも読める、うん、読めるわけですね。そうですね。だからこれは毎回毎回こうしない方がいいと思うんだよな。これが入ってエラーがいっぱい入った曲だからな。うん、これで山田さん転敗でしょ。ねこれ山田さん2着上がりましたね。うわぁ、これ大きい。これでかい。死にたいよ、みんな。うん、これは、あの、あれですね、本日のプレイバックがあったら、あの曲でしたね、きっと。いろいろありました。なかなかいろいろ、ネタ満載。何の2曲はい。ゼロホームでしたね。ゼロホーム。はい。わかりました。メモしていきます。5節。とかが何です。はい。なんかいろいろやってます。もう喋ってない。ドラが何です。パラパラだな、俺。ちょっと幼稚早い。ハイバイでしたね。ゼロメンツ、ゼロメンツ。あれ？みんなゼロメンツか？山田がどうですかね。こうハイバイだと。みんながちょっと。時間がかかりそうなハイパイ。一面。ペイチャのペイが統一ですね。ピンあたりからですかね。このペイもどうするかというところも一つポイントですか。そうですね。一面目は仕方ないかもしれない。なんかそうですね、もう1枚目から泣くか2枚も見送るかみたいな状態かなって思いますね、2枚目だから泣くってことはしなさそうです
もう自分で上がりきって教卓さらってあと2局勝負にするか、まあ、ちょっと親が攻めてくるからね守備的に構えて備えるか、まあ、手牌自体はそんなに、ね、いい手牌ではなかったので大園さんがやって切ってるんでペーポンって言って本質に向かうってどうですか。あなるほど、想像が、うん、想像高くしておいて、はい、まあ、今ラベンできちゃったんで方針は変わると思うんですけど、仕掛けるのが出るかなと思います。仕掛けてもいいような気がするんだけどな、動かず、まあ、動かないのもありですよね当然、うん、まあ、そういう選択は多分何を選択してもいいような気がするんです。つまりまあ自分の手の形だけじゃなくて、うん、上茶が、ね、いらなさそうなところが泣けるとか、そうですね、そうですね、そういうのも一つ基準になるわけですよね、はい、あとやっぱ自分が仕掛けた時に相手がどう思うか、うん、おそらくちょっと大園の手配が多分ですけど他の3社は遅いんだろうなって見えてると思うんですね、手役を、ね、うん、ただ山田仕掛けても下ろしてくれないっていう、うんうん、大園絞っちゃうんじゃないかなっていうのを少し考えてるかもしれないですね、そこまでは。さあこの手ドラが1枚なん浮いたままでどうしましょうか。あんまね、もうちょっとお休みですね。うーん、想像が増えてきました。あんまりこうしない方がいいんだけどな。まあ、じゃあ一人消えたってなっちゃいますよね、手組んでないって。はい、情報だけ与えて、周り上がりやすくするんで、この子が上がりがついちゃうと思うんだけど、うん、親は楽ですよね。はい、そうですね。とても楽、一人消えてくれると。わあ、すごい。イシャンテン。イシャンテンは取った上で。そうか、初か。初打つんじゃないですか。ツーブルネットのね。一人国士無双がいるかもなので、発売地なんで、うんうん、重なりづらいと。はい。自敗をちょっとね、持ってそうな顔してるんでね。不足ついたら本一だと思います。それでペイ2枚目を本店ですね、これは。はい、ね、という形。そんなに早そうでもないのにね。うん。うん、この高さに気があるんですよね、実は。ちょっと整ってきてますよね。分かってきましたね。自敗を最初に切るときはやる気あるんですよね。はい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 。体、うん、切りますね。こういうふうに切った方がいいんですよね。切った方がいいですね。うん、もうこれ切ったらこれ、それを見た相手はどうするかですからね。はい、うん、先に対応させたいですよね。うん、これ切るんだけどな。段を合わせるか、ローピン1枚先いっとくかかな。あれ ?3 ピン。ローピン。そう。粘って、これ食いたんに向かったか、うん、どのちどいつあーやばい、あーなあ慌てちゃった方がいいのにな。さあ二つ目、もう必死の、そうです ねもう親を落とすわけにいかないですからね、うん、もう安いのはもう目に見えてわかりますもんね、これ、うん、まだでもなんかこれもう切るんじゃないですか、ね、見なきゃダメでしょこれな、ね、何悩んでんの、うん、痛みだよこれ、これで、うん、これで安いのはバレますよね、うん、そう、青谷がね、親の仕掛けが、さあ、あと山田が欲しいペイがもう目いっぱいでしょ、どこか目いっぱいでよかったな、何万ポン、まあ、それでもいいんですけど、うん、ここも山田にも泣かれたくない、何も下ろさないですね、そうですね、うん、打ちやすいかな、打ちやすいですね、ウーピン打ちしてるんでね、さあこれでくっつき、うん、そんな段階ではなく、そんなんてことでしたね、本店の方を大事にして、ね、さあ、テンパッターサブロッソ、リーチ、しかもまあいい、いいマジだね、いいマジだ、いいマジだね、いいと思います、押すしかないでしょ、押すしかない、しょうがないですね、あ、ヤオミンさんが、あ、痛い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 、あ、誰、え、日高ですね、日高さん、はい、お、
数枚じゃない。バタゲスか。バタゲスとかやってる。食い流れたら、ああ、そんなことはない。あ、見せたろ、これ。見せたね。一発消ししましたよって見せた。へぇ、まあ、一発消しでしょうね、もう。変わらない。まあまあ、そう。はい、それはそうだよね。参加してなかったんで。うわぁ、なんだ、これな。みんな見ててよ、ちゃんと。これ、リーチするとこうなるからね。みんなやめてくれんだから、リーチした方がいいよ。なるほど。うん。やっぱ入りましたね。ローワンでやった。いや、いいですね、このがむしゃらな感じ。いや、いいでしょ。落とせないですから。うん。酸素がどうなってるかですよね。上がりました。テンパイ入りましたけど、ね、打ちやすいですか。フリテンですね。ウーマン、うん、現物あれ、アンローチーマン、あ、チーマンも現物か。チーしてますね。いつもは1回ずつ。あとうわ最後これはいかないでしょ。いかないよね。親にも打てない、リーチにも打てない、背景で、いや、親普通に見たらほぼほぼサブローソーに見えるけど、嘘ちょっと早いなぐらいですよね。あ、そっかそっか。ペンツでもう一面積もあるってことか。うん、まあやめるでしょ。これはやめる。うん、さすがに2人転売。やっぱね、上がりが最初にあるんだね、日高さんにね。うん、上がりがあってでしょうか。はい。なんかちょっと上位というか、その2人が、王道の日高がなんかちょっとバタバタとしてるような雰囲気が感じられますか。うん、本当にそう、そうそう。まあ王道さんは今回の曲はしょうがないけど。うん、こういうあんまりしてるとこ、あのハイパー降りみたいなのは、はいはいはい、降りていいんですよ、ハイパー、ハイパー降りがダメだとは思わないけど、ハイパー降りですよって言わない方がいいと思うんですよ。なるほど。降りるにしたって、うんうん、日高さんはそうね、これはやっぱり自分ってこういう人ですよ、こういう麻雀打ちですよっていうのをこれも全世界に流してるわけですから、うん、今後麻雀プロ続けていくなら、うん、これは弱点さらしてることになるんで、はいはいはい、うん、本当に早急に対応した方がいいですね。うん、これあの、よしと思ってやってるんでしょうけど、ドラが数は自敗切るなら気があって、うん、自敗でいいんじゃないですかね。自敗切らないってことは気がないんですね、これ、うん、そういうことですよ、さっきから見てる、まあ、さっきからっていうか、ここまでずっと見てるとね、はいはいはい、うん、やっぱちょっと疑心暗鬼になってるんだな。自敗切ればいいのにね、今。そうですね、全然自敗切っていいと思うんですけどね、うん、いいと思います、うん、いいでしょ、これ。おかしいな。そういうことなんですね、うん、めちゃめちゃ分かりやすくないですか。いや、めちゃめちゃ分かりやすいですよ、ね、だから、めちゃめちゃ分かりやすいってことを伝えるのは不利だよっていう。もったいないですよ ね、確かに、うん、これだからチュンが切れたからチュンでしょ。このチューン合わせるならさっきの7合わせた方がいいっていう話よ、ドラをね。はいはいはい、はい、うん。そっちの方が相手に対する対応の仕方が、周りも変わるんで、うん、このチューン合わせたところで、瞬間の危険度だけの話でしょ、うん。ドラを合わせるのは局面が変化しますからね。だからこういう捨て牌になった時には、この曲、北川さんお休みねって。はいはい。周りは当たりつけて対応すればいいんですね。それはかなり気配じゃなくてメンタルの問題なんですよね、うん、これね、うん、いや、間違ってるかもしれないですよ、ええ、間違ってもかもしれないけど、ほとんど3万ってなんだこれ。チートイツに決めたってことですね。チートイツ親で、ね、うん、これは一通もありますからね。パーマン、パーマン使っちゃうんだな。なんかすごい狭い道行ってる感じしますね、うん、狭い道行っていいと思うんですけど、うんうん、狭い道行くにしても形がちょっと心もとないっていうか、うん、いい3点さあ、ピンク系、うん、そうですね、天山層のターツと振り返られれば、うん、ベスト、まあ振り返りそうですもんね、うん、これでもう一回メンツでもある、戻りますか。
段目になったところ。タニヤを行こうからのってことね。そういう質問もあるよ。次のやつはあんまり、そうかな。うん。そうね。うん。先輩取るか、外すか、どっちでも良さそう。日本馬で、リーチをかけたくないんですかね。タニヤを行こうがあるか、あ、ないのか。今からか。ローマンだったらね。まあでもどっちにしろイーソーから切った方が良かったか。イーソーから切った方がいいですね。うん、今のは。別に酸素引いていいじゃん。酸素引いていいですからね、うん。そうだね。こういうのもやっぱ癖が出ちゃうのかな。うん、フリテニス窒素でもローキューピンでもいいですもんね。うん、あ、もう癖になってるんでしょうね。かもしれない。うん、内から切るみたいな。うん、なるほど。切って多分すぐ、ああ、いそうだったなって思ってますけど。まあまあ思ってると思うけどね。はい。そうですね。スーソも切る。すごいね。ちょっと使っちゃった。うん、つむぎり。さあ、あーリーチか。パピーが2枚飛びですね。あ、しかしリーチ、うん。構わずリーチといった2着目の山田。強いね。さあこれは、これは日高も大園も、いや日高さん使っちゃってるんですよ、アンパイを。はいはいはい、ヤソ切るんだけど、あ、ヤソ切るけど急速使っちゃうのもったいなかったし、次が手詰まり、そう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 、上手なんて、うん、これなんだろう、トーンいっちゃったよ、大丈夫、二面性が出ちゃってるな。なるほど。うん、急に首になっちゃったよ。どういうこと？さあ、親の手の何としてもエンチャンしたいのですが、このリーチを受けて。リトイのインシャンテン、パーリーチを受けて。でも正解かもしれないからね。わかんないよ。わかんないですね、うん。あ、こうやって打ってなかったら上がれなかったチートイツみたいなのもね、あるかもしれない。ありますね。うん。例えば白とかね。この白は絶対残ってないですからね。さらにメンツ手の。メンツ手だったら上がってたパターンもあるな。山田のパーピンはパーピンがあと1枚だけですね。まあ、関係ないよね、そういうのね。そうですね。リーチすることに意味があるみたいなのを言ってきていた。戻った。うん、やる気。いや、いいですね。うん、いいよ、いいよ。ああ。トラ下がったのは痛い。トラ下がったのは痛い。G1 サブローピットシャンポンですね。うん、あ、ウワンポンテン入りますね。ポンテンだ。頑張った。ったサブローピンテンパイ。追いつきました、親の田中。これはどうなるの？これ寒いな。でもそんなにあるはずじゃないよね。1枚、サブローピン1枚ですね。1枚。ポンしなくても、はい、ポンしてもよかったのに。スピン。スーピンポンしてトイトイ。ああ、した方が良かったかもしれないですね。打点ね、単純に上げて。ね、あ、もう一回。酸素よく見えますけどね。ね、酸素よく見える。実際はないんですけどね。打点アップしますからね。これが正解かもしれないですよ。分かんないです。第一です。どうかな。いや、怖い。怖い。あ、なんか何突然？シャンポン。めっちゃさ入れに行ったの？私入れに行ったの。超いいシャンテン。大園もいいシャンテンでしたかね。怖い怖い。怖い。前は入らず。俺も昨日あんなになっとったな。どういうことですか？怖い怖いっつって。これが一枚いて。3人転敗です。あ、2人転敗でしたか。はい。
リーチの、山田と親の田中の2人転敗。さあ続き3本馬3000点、ひたすらリーチ棒を出していきます。いやーこれ山田さんいいですよ、うんうん、いいです、こうやってお父さんと日高さん粘ってほしいな、うん、頑張って、さあドラがパーピーになりました。今回のハイパイ、総勢一メンツ、両面、うん、シャワーはお高ぜ、ちゃんた三色、チンスさん、いつ来たか、いつ来た、うん、まあでも連チャンしたいってことだね、うん、ってことはね、魚拓三本、うん、日高はトンから切りましたね、トンから切った、まあまあ鉄砲形は良かったように見えました、うん、気があるんですね、うん、柔らかく全然リーチ目指しますね、うん、さあ仕掛けた、2番手の山田、うん、何やおだ、みんなやる気、うん、まあまあ、曲は全員前に出ますね、うん、今度は大園が白をポン、目まぐるしくなってきたね。おお、いいな、見た、これはパーソー残しがいってます。スピンだ。うん。スピンしようよ。そうですね。頼む、スピンして。頼むよ。ゆっくりしてる。なんでだ。あ、ウピンがアンコになったね。2、3点だけど3万かな。アンピン行こう。わあ、いいな。一旦数ワン。数ワンだね。うん。はい。やっぱそっかな。チューナッチュー。おー、ナイスチーだね。ありがとう。わ、天才来た。おーおーおー。天才来た。天才来たよ。天才来たよ。数万も大事だからあれ。確かに。数万チーで3分食いながらだったらちょっとあれだけど。チーマンやったらウーマンの方がいい。これは、やった。一番嬉しいとこ入りましたね。これが強そうと入るじゃん。あ あ, あ でも これはシャーからいいからね。一旦シャーですか。うん、釣れそうだ。でもすぐ上がれそうやな、こいつも。上がれるね、普通はね。日高さんのリーチが来なければ。ああ、そういうことですね。さあ、リー教託をね、全員取りたいところですが。けど、大殿さんだってこの曲は弾かないよね。そうですね。これすまま、いやーこう、うん、全員で数ワン積もってますからね、うん、ドラもいった、さあ、おぞうだ、あー、そんなことある、ちょっと想像一番外すとこちょっとやりにくかったですかね。むちゃくちゃいいマッチじゃないですよ、まあ、さあ日高も、まあ、これ一旦リアンソー切って、リアンソー切ってもスーソー切っても大園に転敗が入りますね、マンズ、マンズの上は当たる可能性あるでしょう、あれスーソーか、リアンパスはいスーソー、やめて、これが山田の上がり、1900ですがリーボ3本、これが大きい、さあこれでトップ目に立ちましたか、山田ちょっとやね、もうちょいよな、時間の問題ですよ、さあ、ラス前です。エア番が日高。ドラがローソー。
さあ、日高としてはなんとかここでレンチャンね、ここつなぎたいですよね。はい、いっぱいはどうでしょうか。2メンツ、まあ、目いっぱい行くしかないよね、ここはでもね、しょうがない。だから初が統一です。総勢両面。田中さんとしてはもうちょっと大きな打点作る、そうね、リーチ、ね、メンゼネの手組みをね、考えていかないと、ちょっと田中さん、厳しいかな、はい。あとの3人は比較的スピードよりという感じですかね。ですね、山田さんとか、これ、めちゃめちゃポンしやすいですよね。ポンって言ってから考えるみたいな。キューピン。キューピン。あ、顔芸しないお、すごい嘘きましたね。ねえ、いいところが使える。気持ちいいね。顔ちゃんにしか興味がないから。さあ、ここはどうでしょう。キューピン、キューピンをね、いつか増えてきたのが大園。これはなんか、さあ動きました。これは大園さんにプレッシャーも制限もつける、うん、500点差ですか。どこまで500点差ですね。そうですね、もう山田さんのゲームになるんだね、こういうの。やっぱり不思議だね、麻雀って。余裕は大事ということですか。いいもんね、麻雀の内容がね、はいはいはい、さっきのね、いっぱい、いい3点か。リーチ落ちたよね。そうですね、うん、リーチ落ちと山田さんがどうするか。ただ親落ちるから打つかもしれないよね。うん、そうですね、うん。あ、補充したら補充したで、そうそう、そう、なるほどみたいな、はい、だからそれも選べるのがいいですよね、やっぱり。うん、あ、リーチだ。さあ、3面ちゃんの形出た。はい、ところ9番でリーチ、きついね。ここはもうきついね。どうする親なんですがね。まあでも何、あれペイじゃないの。ペイだね、普通。ペイも現物、キユーサも現物。ペイだよ。やめるってことだ。中盤のね、形式転敗とかもありますからね。ネパール気があんまりないんですよね。ペイの方が後ほど安全だからペイ。残したんでしょ、多分。ダスになりたくないから、多分。さあ、山田、これで3面ちゃん。椅子、チーソーで、リーチの現物でもあります。時間の問題かな。雰囲気ありますね。こうなるとき、あ、結構、もう、ノータイムで押し返してます。うん、あ、そう、あ、これはこれでね。しかし、なんか3月も、リズムタイヤを1000、2000の上がり。うん、ということは大園がトップのまま現状オーラスを迎えるということになりますね。ただ積もりたくないですね、他の。積もられたら、なるほど、500点差、はい、でもといってもですね。そうなんですよね、うん、こうめちゃめちゃ有利よね、山田さん。やっぱり日高が500点上がると500点はあんまりいかないですね。日高の500点はちょっと上がりたくないな。マンガンツモでも、でもね、そうなんだよね。トップにはならないし、3着のままですからね、うん、しかも親かぶりで山田をトップに押し上げてしまうという、めちゃめちゃ有利な、ね、
まあもちろんね、親のお父さんはね、やることやり続けるだけですからね。まずまずのハイパイです。そして山田、断面が多い。田中さんは嘘あんこ、あまり一度言いたいですよね。いや、まあこれ、ね、千里線あるよ、日高の千里線ね、相当千里線っぽいありそうですね。うん、裏ドラの手やったら満貫だったけどみたいなのもある大丈夫か。確保してこと。ああ、いいね。いいね。でもまあこうなることも考えとかなきゃいけないって話ですよね。ヒューズソー。789が見えてきた。いいじゃないですか。初まで考えてるかもしれないですね。メンタンピン違う、メンタンピンまで見てるかなと思いましたけど、メンタンピンドライチか。メンタンピンなら跳ね間になるかもしれないもんね。そうですよね、うん、なんでパーマー切っちゃったんですよね。いや、まあまあそれはしょうがないです。そういうところの手順全部もったいないよね。この急走もったいないですからね、うん、今謎に残ってるこの急走が。これは満税も買うのか。みんな断面ができて、換算費を払いに行った。さあ、天板を入れて、早く主導権を握りたいのが親の王道ですが、どうですかね。やっていきました。ドラガレアンソー。ラソーシャーはションパー。シャーとか Q1 とか。Q1 とか。Q1 いいね。といつでも一応残りますよね。Q1 にしよう。シャーションパーですからね。Q1 がいいかな。発想にあればいいんですけどね。Q1 っていうのは。差はなさそうだね、発想が。来たよ、来たよ。Q1 は振り点だけど、ちょっと良さそうですね。Q1 は切りました。これで、本日。こいつまでありますね。こいつにします。はい。ビン。湾岸直撃だと。ね、2人から行けるのかな。何を切ろうとしているのか。ルーピンかな。そうか。ちょっと惜しい。断面ができましたが、さあ、王道の北風のシャア、ローワン。3ピンがいいと、換算ピン外せない。じゃあ、シャアか。シャア、ドイツ落とし。さあ、いいところを引いた山田。ちゃんとのないイシャンテン。ここに続きますね、うん、田中さん。先が長そうだ。そうですね。ちょっときついな。Q1 ないんで、つむぎりですね。お。2枚目だけ動いてないんで、ただまあ、なあ、もうもちろん面前でね、行くって。なるほど。さあ、どうしましょう。2刺しもあるが、シャアから行ってね、2刺しを残して、はい、どれも払えない、決めれないんでね。うん、決めれないからシャアじゃないですか。つもり聞きましょう。まあ、2ピン、数ピンがね、日高さん以外には切れるんで、3ピンがちょっといいと思ってるかもしれないですね。そうですね。ないと思ってるんでしょうね。そうすると、進んでないけど、そうなんだよ。
はどうなる？そうなんですよね。かも。まだディアナシャンテン。しょうがないと思うけどな。ルーピーはダメだ。しょうがないか。二人ともそろそろ形式転売も、特に親の大園は、取りに行かないと順目が足りないですね。欲しいですかね。うん、しない。順目は今13巡目か。あ、分かんないんだ。うん。え？いや、これ転売の点でも。なんで詰めちゃったの今。誰が？え？日高。日高さん。ですね。これ。この手。ああ。いや、うまい。いやー、来た方がいいですよ。本屋に、これ、さすがにですね、もう。さすがに違う。もう、泣かないと。これ、スーピンか。バカンサーピン流してる。あ、テンパった。これで、ペン酸素、漫画のテンパイ。おああ、日高さん。これ当たるでしょ？そうですね。当たった方がいいですね。コードのトップで逃げ切りになるし、うんうん、土瓶がただ薄すぎるのが、もしかしたら。1、2、3、4、5、6。2枚ですね。まあ、想像は切りづらい。想像は切りづらい。プラス、土瓶が薄い。うん。ここは我慢。さあ、そして、大園も。自分が…あ、飛ばせ、飛ばせ。よっちょが…よっちょ…それで、このまま言う曲。自分の2着浮上が日高さんないですからね。できるだけ大園に下ろしたいですね。本当はね。はい。大園の現物は…まあでも、想像…全部想像なんだ。想像は綺麗。言いそうだけですね。これが最後の質問になります。みんなが1回ずつ。はい、は。ゾウ数問入れてなかった。両面入ったら数問出る。あ、本当だ、そうなったんけど。あ、違う。あ、見て。ああ、結局、転廃せず。逃げ切り。田中、山田の2人転廃で、ノーテンバップで山田のトップということになりました。最後転廃っても数万単位50周年。あ、まあね。まあそこはしょうがないかなという感じもありますが、大園残念ながらね、テンパ入れられませんでしたね。まあ点数以上に山田さんの圧勝じゃないですか。あ、内容が全然違いますからね。大園さん今季一番良かったって言ったんですけどね、あの何の2曲ですか、後半の何の2曲から、そこからやっぱりちょっと展望を持ってから、自分でこう切り開くとかね、はい、あののがなかったね、ちょっと受けに入っちゃったから、やっぱり付け入り付きができちゃったかな。日高さんももったいなかったな。戦い方によってはトップが取れたと思うんですよね。ってことは、山田さん勝つよねっていう感じですかね。まあ、しょうがないな。田中さんはしょうがないところもいっぱいあったしね。はい、不運な補充が2回ね、序盤に続いちゃったんで、こうなったと思うんですけど。はい、まあまあ、次戦に期待しましょう。はい、終わりました。この後 CM を挟みまして、本日の第2戦の模様をお届けしてまいります。しばらくこちらをご覧ください。